宇宙編第2章、トリトンからアルタイルまで行ってみた。トリトンは出撃制限がないようです。ではいざ出陣。なんだなんだなんだこれ、ちょっと初めての出会いなんだけど。いささか強引にねじ込みました。タオランパサラーを。トリトン勝ちました。普通の喪服いただきました。次はプルートゥ。出撃制限が基本キャラ EX 超激レア。これで間違いはないかな。間違いって、間違ってるかもしれないけど、とりあえず規定、言われている条件には、とりあえず言われている条件には合ってるかな。基本 EX 超激レア。では、プルートゥへ。いざ出陣。メガネザルが来た。メガネザルが来るとやっぱり未だにちょっとメガネザル恐怖症はまだ残っている。なあ、出た出た出た。自由の女神連れて、自由の女神連れてこれないのか。もう一度組み直したので、これでいってみたいと思います。基本キャラ EX 超激レアのみ。いざ出陣。欲しい。フルートへ。いざ出陣。できればグレゴリーだっけ、あの人が出てくる前に大型キャラを出せたらいいんだけどなーっていう気持ち、そういう気持ち。その前にここでやられるかもしれない。お姉ちゃん、岩五郎も出ました。
勝てました。赤い長方形星雲、今と同じですね。もう今と同じようなやり方でうまくいけばいいんだけど。いざ出陣。ガネーシャ、ガネーシャにすればよかったかな。あ、大丈夫だ。ガネーシャも出せた。大丈夫かはわからない。大丈夫かはわからないけど、出せたところまでは大丈夫だった。エスキモー星雲が同じく基本キャラ EX 超激レアなので、このまま行ってみたいと思います。エスキモー星雲へいざ出陣。あ、かわいい。 なんだっけ、あのあれのことなんて言うんだっけ、あのダメ、見てると考え事しちゃうから。あ、またあれがいる、バリア。金額が増えるのを待ってガネーシャを。あ、消えた。ママパオンだっけ。やったー、最高のエスキモをいただきました。出撃条件4000円以下。漂流記と自由の猫を入れてみました。ではこれでキャッツアイ星雲へいざ出陣。なんだ、どやどや来たよ。
出撃制限4000円以下、キャッツアイ星雲へいざ出陣。勝ちました。最高の猫の目ゲット。ここは同じです。敵はハテナ。ではいざ出陣。クマも来た。キキを感じてます。クマ倒れた。普通の卵をいただきました。また4000円以下ですね。はい、ではひょうたん星雲へこのままいざ出陣。まずいまずいまずい。クロワンコ強い。ひょうたん星雲へいざ出陣。
なんかギリギリで勝った感じです。20体まで同じ仲間で行こうかな。ではこのままアルタイルへ、いざ出陣。どうしよう。お、なんかカエルもいる。カエルも来たよ、カエル。あのカエルすごい攻撃してるんだけど、ちょっとこれは無理だと思う。ということで今回はここまでで撤退します。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。